ゆずきさん。何でしょうか？こちらのゲーム覚えてますでしょうか？初めて見るんですが。はい。レイゾンデイトの、これは一応なんか続編らしいんですけどね。続編？いきなり続編からやるの？あ、そう、続編からで、しかもなんかカーソルがロードゲームってなってるから、続きからやる予定なんですけど。なるほどね、それ新しい。まあちょっとね、2ヶ月も空くと記憶が全部改ざんされるということで、はい、そうですね、初めて見ました。はい、まあすごい中途半端なところで終わってるんで、思い出しながらやっていきましょうね、うん、やっていこう。レイゾンデイトバックストーリーオブアダルツ、はい、あらすじ一応ここにあったわ。優しい、優しい。ジェフの状態からすぐにロゼの手口だと分かった。地下から聞こえるうめき声、人が死んでも冷静な神父、教会についてもっと調べないと、というノワール視点からかな。うん。ああ。やるか。ああ、ジェフ。一回メニュー開いた方がいいんじゃない？そうだ。What to do が。出た、What to do。あ、教会について調べる。わかんねえ。だいぶ抽象的。抽象的だ。アイテムなんか持ってんのかな？穴も持ってない。ロックピック5個ってあったよ。なんか鍵開けれるみたいな。そうだそうだ、あれだ、教会入るときもね、なんか鍵使って、ロックピック使って開けて、うん、ってたよね。なるほど。なんかない場合は医務室に入れば回収できるっぽいよ、うんうん、あ、そうなの？ロックピック、どこに、うん、本当だ、右下にそう書いてる。いや、ま、医務室で見つかるって5個もあるからな、いけるっしょまだ。うん、なんなら1個大事にしろよ。本当だよ。あれ、あ、これがゆずきさんの読んでたやつだね。そう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 、うん、あれ、なんか変わったんじゃなかったっけ？え？変わったんだっけ？え、なんか誰か変えなかった？あー、セリフ。あれだわ、男の子。忘れちゃった。あ、グレッグか。そう、グレッグ。グレッグを俺が呼ぶってなったんだ。そう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 。人が多いから。そう。なるほど。じゃあ、ノワールは健在か。続投。これも必要なこと。ジェフ。あなたの死は無駄じゃないわ。安らかに眠りなさい。おお、いちいち挟んでくるね。フランス語を挟んでくる。まあジェフに対しては何もなんか思い入れなさそうなんで、行くか。あ、死んで当然でしょぐらいに。ロゼの食料だと思われてる。やばい。教科について調べるだからね。ねえ。とりあえずこの辺。マジでわからへんねんけど。水の音が心地いいくらい、うん、でもこの静けさは続かないっていうのは、まあロゼがいるからだろうね。そうだね、っていうか、うん、ロゼちゃんの場合はさ、集中キーがあったからさ、そっかそっかそっか、そう、何調べりゃいいか明確だったけど、やばい、ノワール。とりあえず、うん、片っ端から入ってみよう。そうだね、なんか調べるところとか分かりやすくなんか光りそうなもんなんだけどな。うん、地毛のブロンドも悪くないけど目立っちゃうしね。ん？うん。ロゼと一緒の色ってこと？あれ？地毛のブロンド？黒じゃないんだ。やばいとこ調べちゃったかもしれない。お母さんだったりする？ロゼの本当のお母さんってこと？実は死んでないとかさ。あー、いや、え？さすがに死んだっけ？さすがに死んだんじゃないのかな。動かなくなったとこ見てるよね、うん、だってロゼちゃん。地毛のブロンドっていうのはあれなのかな、そのロゼたちが住んでるところと住んでる場所一緒だから、その、うん、なんていうのかな、その黄色人種とかあるじゃん、そのいろいろ、あ、そういったところでその髪色がただ同じだけなのかっていうね。まあでもパパの髪色とロゼちゃんの髪色が一緒だったから。お母さん黒だっけ？お母さん黒なのよ。あ、お母さん黒か。そう。ちょっと、グレック君。生きたまま、内臓。なんで、そんなこと。ああ、全然話してくれない。ジェフのことね。そうか。ヒントが、ヒントがないぞ。2ヶ月ぶりには酷ですぞ。酷ですぞ。ちょっと。私も編集してたとはいえね、そんなに細かく覚えてるわけじゃないから。あー、神父。
下行ってちょっと話しかけてみる？行ってみるか。うん、それも大事そうよね、うん、あ、そっか、ダメか、ルイス神父とは決別状態なのね。うん、そうか。右側じゃあ調べるしかないのかな。そうね、行ってみよう。徒歩で町から 2、3時間、結構遠いんだね。ねえ、そこあれか、ロゼちゃんのことストーカーしてきたんか。結構な執念がないと。うん、はあ。お、はいはいはい、池の底にうっすらハッチのようなものがあるわね。地下に通じる入り口かしら。いいね、察しがいい。バルブ回すのかな。うん、お、水流関係かしら。あ、回さないんか。回せないのかな。うん、回せない、うん、あ、ダメっぽいね。うん、とりあえずハッチは調べた。そっか、自分の部屋か、ここ。そっか、医務室か、そこか。どこが急所か一目瞭然、どこを刺せば苦しんで死ぬか、どこを刺せば即死か。そんなこと、急所の本が載ってんのか。はい、あ、使われていない部屋。うんうん、あ、そっかそっか、もともと医務室なのに、そもそも医者がいないんだ。そうだね、なんか自由に使ってくださいみたいな感じだもんね。なるほど。ルイス神父はどこ？神父は部屋にいんのかな。なんか部屋にいるから入らないっていう感じか。そう、ちょっともう一回見よう。あ、いるかもしれないね。今は入らないでおきました。いなくなったタイミングで使うのかな、ロックピックとか。かもね。ちょっとロゼの様子。あー、そうか。教会について調べないと。教会についてって、おー、安らかに眠りなさい。これなんて読むんだろうね。ね、わからん。図書室って書いてあったの今。図書室か。あ、本を調べんのね。なるほど。お、この本折り目がついてるわね。あー、これ あれか、ロゼの時も見たな。見たね。前の神父はカーティス・グレイ神父ね。それよりも誰が折り目をつけたのかしら。まるでこのページを見ろと言わんばかり。ほら、あれだ、ルイス神父がロゼちゃんに見せるために持っといたんじゃないの。じゃないのかな。激変態じゃん。ここに図書室を管理している資料がありそうだけど、ぐちゃぐちゃね。ん？あ、レンダだって。あい、ああ、飛ばしたね。フィルム？随分古いものみたい。医務室にね、あった映写機。そう。そういえば私の部屋、医務室に映写機が置いてあったけど、使えるかしら。なるほど。知らない要素は。フィルムを再生。映写機どこだった？全然見てなかった、うん、え、右下にあるよ。ほら、テーブルのところ。ああ、よいしょ。ちょっと待って、これね。はい。何の映像だ？おお。ああ、カーティス。お前もやってたんだ。うわあ、親子揃って。本当に困った子だ。勝手に教会から抜け出して、ここは山の中、迷子になったら大変だろ。君は何度目かな、ここを抜け出そうとしたのは。1 2、抜け出した回数、これで3回目だ。何度言ったら言うことを聞いてくれるのかな。あんたなんて神父なんかじゃない。町の人たちは騙せてるけど、僕たちはお前が悪魔だって知って。これは教育、しつけだ。君たちが新しい家族に引き取られても行儀よくできるようにね。ルールを守ること、和を乱す奴がいるとしっかりルールを守ってる人まで迷惑するんだ。君はルールが守れないようだね。守れないものはここにいる資格がないんだ。
急になんかへにゃったな。台無し。一番いいところで噛んだぞ、カーティス。カーティス。今顔真っ赤だろうな。これで分かったね。みんながいい子にしてくれればこんなことしなくていいんだ。今神父さん噛んでた。噛んでた。はあ。ルイス、後片付けをしといてくれるかな。後片付け息子に任せてたの。はい、父さん。いいとも。いいとも。この映像の場所、昨日入った地下と同じ場所よね。それよりもカーティス神父噛んでたわ。映像に残されてるのかわいそすぎるんだけど。そうね、でもこれ誰が撮ってたんってなるよね。ねえ、最後の方に映っていた言葉はレイス神父、しつけのために撮っておこうみたいなしてたんかな。ああ、なのかな、見せしめみたいな、うん、カーティス神父ね。少し調べてみようか。しら？しら？ちょっとルンルンになって今。嬉しそう。浮き足立った様子で。こういう話題好きなんだろうな、ノアル。うん。カーティス神父について調べる？また図書室かな？図書室か？さっきの折り目の本。ちょっと一応、これが。雑誌。小児童、児童書か。うんうんうん、自動書。なんか上あたりが関係ありそうだよね。そうだね、その自動書とか。ちょっともう一回、うん、調べてみよう、うんうんうん、カーティス・グレイよね、うん、神父様の態度何か引っかかるわ。それにいろうぜ、彼女追ってここまで来たけど何か厄介なことになりそうね。 2,3 時間歩いてね。何をしようとしてるのか。6000以上、うん、ドールズ。あ、乗ってないんだ。うん、ロゼのお母さんを見て知ったくらい稀な病気。あ、じゃあまあお母さんではないんだ本当にのかな。親戚かな、かな。ロゼに読み聞かせしたい。ああ、何もないかな、図書室には。もう図書室じゃないのかな、のか。一応もうまたやるか。お、ロゼの部屋だけは一人部屋。間違いなく神父様ロゼの本質を分かっているわね。何か狙いが合えるようにしか思えないわ。いやー、結構ちょこちょこ重要なこと言うね、ノア。うん、見ちゃったんだろうな、きっと人食べてんの。うん、だってそれ知ってて連れて帰ってきたみたいなとこありそうだもんね。うん、カーティス神父の手がかり。手がかりか。あれか、あの食堂のあそこになんかカーティス神父のさ遺体があったじゃん。あー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 あああああ、ここ。あ、違うわ。あ、でもこれ見たのロゼの時だっけ。そうだね、ロゼとノワールが一緒にここ多分やったんじゃなかったかな。じゃなかった。そっか、じゃあまだか。料理本。うん、か、指見つかった場所。ああ、行ってみるか。あっちらへんかな。ロゼちゃんの探索能力高かったんだな。嗅覚すごかったもんな。なあ、すぐ匂うもん。そう、集中してって言ってた。言ってた。おお、合ってるんだ。合ってた。血痕がシミになって残ってる。ここでカーティス神父は殺されたのね。そしてほんのり残る腐敗臭。誰かがカーティス神父の一部を置き、別の誰かがその一部を見つけた。問題は誰が置いて誰が見つけたかね。ルイス神父が置いてロゼちゃんが見つけたんだね。見つけた側はロゼね。よくわかってんな。ロゼと会う。愛しのロゼちゃん。ちょ、グレック邪魔よ。グレック何も悪くないのに。あれ、いない。いない。ロゼちゃん。
あら、ロゼどこに行ったのかしら。どこ行ったの？あって顔してたな。ね。ここに用はない。ここに用はない。まあ、ここは変わらなそうか。あー。あれ。あー。ジェフのところ？あー。あ、でも行けないようになってんじゃないのかな。そうか、そうか。そうだな。それこそここ？あれよね、多分。いない。あのロゼちゃん視点でやってた時と多分繋がってるんだとしたら、2日目何してたかみたいな話よね。何してたんだっけ？あ、いた。あ、いた。普通にいた。ロゼどうしたの？悩み事でもありそうな顔してるわ。昨日の夜指を見つけたの。誰かの指。すごいものを持ち歩いてるわね。すぐに判断するのは難しいけど、切断されたの1ヶ月前後ってところかしら。ロゼ、どこでこの指を？知ってるくせに。客室。この指輪に入っている紋章、この教会の刻印ね。私も詳しく調べてみるわ。この時点でも、でも結構知ってたんだな、ノワールは。うん、知ってる状態で来てたんだね。なるほど。ロゼ、気をつけて。なんだか良くないことがこの教会で起こっている気がするわ。あなたをここから連れ出してもいいのだけど。うん。もう少しロゼから信頼されてからにするわ。私はロゼを前から知っているけど、ロゼは私を覚えてないものね。ここが何なんだろうな。ちょっとね、気になるよね。うん。本当はあの時。いえ、なんでもないわ。さあ、もう部屋に行きましょう。神父様からあなたの診察をするように頼まれてるの。この指は私が預かっておくわ。うんうん。やっぱり殺されていたのね。殺したのはルイスだろうな。っていうね、フェードアウトの仕方だったな今。ロゼが見つけた指はわざとロゼに見つかるように仕向けたものね。ルイス神父の狙いは何かしら。答えを出すにはまだ材料が足りないわ。もう少し教科を探ってみるべきね。やばい、地獄の探索タイムだ。怪しい場所を探す。怪しい場所ね。あー、じゃああそこに来るんじゃない。怪しい場所ってさ、うん、庭。あー、庭か、額縁よね。そうね、庭は2日目だっけ。いや、あらかじめ知っとけるってことじゃない。あ、そうか。そのロゼちゃんでは最終的に行ったけど、うん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 。なんか BGM があったかいの。いいね。お、あ、お、出た。出たぞ。あー、あー、ダメだね。そこじゃない。あ、いける。あ、いけ。違う。いけないか。惜しいのかな。うん。あ、来た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 。オッケー。ビンゴー。手慣れたもんよ。あ、あれか。叫び声。悲鳴。ホラー映画見てんのかな、うん、下から聞こえる。誰か埋められて叫んでるわけではないでしょうし。地下ね。いや、みんな地下に集まってホラー映画見て叫んでんのやばいだろ。外で見た地下通路、ヒルムで見たカーティス神父の拷問。でもカーティス神父は多分死んでいる。ならこの悲鳴を出させているのは一人しかいないわ。ルイス神父だけなら、私も白いフードの男も嫌な感じがするわ。客室に泊まってるみたいだし。そうだね。ロゼを守るために何から片付けるべきかしら。ファルってロゼちゃん視点で途中から完全に消えたんだよな。消えたね。ねえ、どうなったんだろう。え、どこで客室の様子、客室の様子伺う、うん、うん、これさ、うん、今じゃあ地下にいるんだったらさ、うん、ルイスの部屋入れたりしない。あー、行ってみる一応客室行く前に。でロックピック使えるんだったらね、入ってみたいけどね。
あーダメか。あーいるかもしれないしっていう形になるんだ。なるほどね。あーだだだ違う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 、こっちこっち。客室さん、ここから様子を伺うには人目も気になるし、万一鉢合わせしたら面倒ね。あ、隣の部屋からならその辺の心配しなくて済むかしら。なるほど、確かになんかいたよね、ここのさ応接間のさ、このここにのある、いたっけ、いたことがあったわ。嘘全然覚えてない。もうちょっとロゼちゃんしてんの時、そう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 、おここに話しかけに行った記憶があるわ。あーなんかいた気する。うん、なるほどね。客室から物音一つで聞こえないわ。聞こえるのは雨の音だけ。ってことはもういないのかな、ファルは。おー、うわー、ほら、来た。あー、だよ。はい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 。あら、ロゼ、起きてしまったの？起きたら、ノワールいなかった。かわいい。ごめんなさい。昼間預かった指について調べてたのよ。美味しかったわ。ペロペロ。ロゼ、不安そうな顔もまた愛らしい。じゃなくて、落ち着かせてあげなきゃ。大人組変態しかいないんだけど。人食ってんのにね、ロゼちゃん。大丈夫よ、ロゼ。私はずっとあなたと一緒にいるわ。ずっとね。ひえ。逃げてった。ずっと愛だったのかな。ロゼのためにも、もう少し詳しく指について調べないとね。それにはルイス神父を直接調べた方が早いわ。あー、部屋を探る。これで部屋を探るんだ。なるほど、危険を犯すね。じゃあちゃんとあるよね、この大人の物語でもさ、うん、ファルのストーリーもわかるってことかな。ことかな。入らせていただくわ。お、どうかな？いないのかな？人の気配がないわね。その方が都合がいいわ。地下に行ってるんでしょう。帰ってきたらまずいけど ね。それはそれで。あ、ダメね。でも近いんじゃない？お、来た来た来た。おー、めちゃくちゃ簡単じゃん。ルイズ神父が戻ってくる前にさっさと調べちゃいましょう。なんかカチカチ言ってるのはなんだろうね。時計かな、うん、暖炉の薪はくべたばかりのようね、うんうんうん、あのフィルムを見る感じ、うん、普通に育った人ではないのは明確ね。そうだね。まあそうよね、あれを見てバレるでしょ。明かりはバレるじゃん。壊れる壊れる。発火の原因になるから。ここから少しだけど風を感じるわ。でも現状気になるところはないわね。そうか、ここね、繋がってんのかな、別の通路。確かルイス神父ここから行ってたと思う。ああ出てきた。うんうん。あ、ガチャガチャガチャ。何調べたの？気になる場所。あ、あったあったあった。丸月バツ日、あの子の前で孤児の首をひねった時、青ざめて腰を抜かしたんだ。本当に残念で仕方ない、私の息子なのに。ああ、これカーティス神父の日記か。かな、うん。ああ、殺したい。私の愛する妻を奪ったルイスを。きっと体中から体液を流して泣き叫び、血が飛び散って。いや、ダメだ。殺せない、殺せない。ルイスだけはダメだ。だから殴るだけ。これはしつけ。殺しも教えてあげないと。ひえ。どうしてこうなってしまったんだ。殺しても殺しても喉が渇く。まるで砂漠にいるようだ。帰り血を浴びてる時が一番心地いい。でも終わると絶望と後悔に襲われる。本当の私はどっちだ。何も見えない、何も感じない。このまま闇に飲まれて何もない場所を漂うのはとても安心する。ルイス、お前を殺せば何か感じるだろうか。わーお。おー。この日記読んでんの、ルイス神父が。見つけちゃったんだろうね、多分。うん。昼間に見たフィルムから考えると、ルイス神父はカーティス神父の息子、
この日記を見てルイス神父は父親を殺したのね。ああなるほど、殺される前に自分がやられる前に、やったんや。ってか妻を奪ったっていうのはどういうことなんだろう。あれなんじゃない、そのお母さんの体が弱くって、あー生まれた時にってことか。そうそのパターンぐらいしか、うん、かお母さんがすごいやばいやつで息子がそのルイスが自分の身を暗示で殺すぐらいじゃなきゃ奪ったって言い方しないと思うけどね。そうね、まあ相当妻のことを愛してたってことはわかるけども、うん、うん、そうだね。父親は孤児や息子であるルイス神父に虐待をしていた。虐待された子供は歪んでいく。その歪みの影響は新しい歪みに。ルイス神父にとってロゼや孤児たちと孤児たち子供の頃の自分と重ねてる。最終的にルイス神父は父を殺した。あ、だから殺されるの待ってんのかな。殺してほしいのかな。歯向かえない子はみんな亡くなってしまったんでしょうね。きっと苦しみの中で泣きながら。うん、助けてあげられないなら、苦しむだけなら。ありがとうノワール先生。あの子にロゼに苦しんでる姿を見せずにいけるわ。そんなこと言ってたんだ。ママ。そろそろロゼの服を洗いに行かないと。きっとジェフの時みたいに今頃血まみれで眠ってしまってるわ。今夜は誰を食べたのかしら。なるほど、なんでロゼちゃんの服全然汚れてないんだろうと思ったら、ノワールが前は洗ってた。だ多分お風呂とかにも入れてたんだろうね。なるほど。お風呂シーンはなんでないんですか。キャロルは私の方で埋葬しておくよ。ロゼ、悪いがベティの様子を見てきてくれるかな。このままじゃみんないなくなってしまうわ。期待通りの展開ですか神父様。うわ、キャロルの前だ。よそう。ノワール、犬種はもういいからシャワーでも浴びてくるといい。まあ、血ついてるだろうからね。ねえ、何シャワー、シャワー。あの女は邪魔だな。でもまあ計算に支障はないだろう。ロゼは動き出してる。今朝の土砂崩れでダイニングの壁も崩れてしまったし、ちょうどいい。カーティス神父とルイス、噛み癖があるのかな。舌がよく噛むんだな。もう拳で語りすぎて多分口で語ることがね苦手なのかもしれない、うん、であんま人と会話しないんだろうな。なあ、崩れた壁をチェックする。ああ崩れた壁、あれじゃね、カーティス神父がいたとこじゃない。ああ、あそこかな、うん、大丈夫だよキャロル、君のお墓はもう準備してあるんだ。後で埋めてあげるからね。そうだな、事前に準備してたもんな、ルイス。死ぬ前提で作ってたからね。ねえ、どこだっけ、食堂。食堂だね。一応なんかグレッグがいたから話しかけとくか。喋んねえのかい。あ、ロゼちゃんもいた。話すことは、うん、お前と話すことはないと。ひどいな。何を吹き込まれたのやら、私から鍵を盗んだみたいだ。面白くなりそうだからこのまま知らぬふりをしよう。気づいてたんだ。なるほど。ロゼ、あまり顔色が良くないみたいだね。平気。ここ数日の雨で冷え込んでるせいかな。そうだ、ラウンジで温まるといい。落ち着けばいろいろ思い出せることもあるだろうしね。わあ。バレてたか。上手に盗んだと思ったんだけどな。あ、そうか、ロゼがもう見せびらかしてたから、ね、盗んだ盗んだって。神父様、どうかしたんですか。僕にできることなら何でもおっしゃってくださいね。
いい子だな。うん、君がすることは何もないんだよ。何もないよ、死ぬだけだよ。あ、いや、父さん。お息子よ。生きてる。あの瞬間、私が父さんを刺した瞬間、父さんが微笑んだ理由が未だにわからないよ。その理由が知りたくて、最高の子供たちを集めたんだよ。絶対なる支配、誰も逆らえない。ずっと右だけ殴るじゃん。父さんは王だ。なのにいつも悲しそうな顔だった。右手が痛いわい。イカれてる。でもあの瞬間は、笑うのかな。笑った。これで死ぬと思ったか。父さんは笑ったまま死んだ。死ぬと思ったかって言って死ぬんかい。死んでるやんけ。誰も逆らわない中での息子からの反逆なのに笑って死んだ。その理由が知りたいんだ。だからサイコパスの性質を持つ子供を集めた。あの子たちなら、特にロゼなら、同じ状況を作り出せるかもしれない。父と同じ状況になるべく近い形でロゼを愛し罰し、謎を与え、最後は父さんが笑った理由が少しは分かったらいいな。ほう、この装飾は適当な場所に隠しておけばいい。あとは餌も巻こう。餌にダイニング、ん？餌？いや、あ、エリオット？エリオットにダイニングを見張らせればいい。ひえ。餌って言い方するんだ。やばすぎだろ。障害があればあるほどいい。ダメと言われると余計気になるだろう。装備を隠す、エリオットに指示する。餌に指示する。なるほど。あ、勝手に動いてる。この辺でいいだろう。あ、自分で隠したんだ。なるほど。ロゼは夜中歩き回ってるから必ず見つけられるだろう。見つけられるだろう。父のカーティスの遺体を見つけた時どんな表情をするのかな。ちょっと高ぶっちゃって噛んじゃったね。噛むじゃん。あとどこに隠してたっけ。あれじゃない、本のところ。あ、そうだ、本のとこにも隠してたし、あとあれ、ここもじゃなかった、この辺だった気がする。あ、動いてる動いてる。ここでいいかな。他の孤児はこんなもの気がついても拾わないだろう。だけどロゼは違う。一見意味のなさそうなものにも意味を見出す力がある子だからね。ああ、まあ、確かに実況者宿ってるからな。その身に宿してるから。私たちが操ってるからな、ロゼちゃんのことを。図書室。もう一個どこだっけ。応接前、ラウンジにもあったっけ。あー、あったかも。この辺だっけ。オッケーオッケー。これで3つ目。あと最後の一つはどこに隠そうかな。見つけられないんじゃ意味がない。けど簡単すぎても面白くないからね。うん。図書室のどの本だったかな。ん？おおお。あ、ここか。うん。ここにしよう。これで最後と。ふふ。まるで宝探しだね。ご褒美は死の予兆。私まで興奮してくるよ。死に急ぎ野郎じゃん。そうだな。死に急いでることをなんか楽しくて仕方ないようになんか
語ってるよね。ね。あ、なんだ、誰も僕と喋ってくれないんだけど。寂しいの。うん、だから人と会話できないから噛んじゃうんだろうな。ファルが嗅ぎ回ってるのもそろそろ面倒になってきたな。そうだ、今夜面倒事を一つ解決するために動くとしよう。あー、ここに手紙を置くんだっけ。そういえば、あ、なんか置いてたね。ねえ、ここにも別に何も用事はないかな。あと何するって言った。あ、エリオットの指示。あ、餌に、指示ね。そうだ、餌ね。餌。餌夫。ヤッホー。神父様、どうかしたんですか？僕にできることなら何でもおっしゃってくださいね。そう言ってくれるだけで嬉しいよ。一つ頼みがあるんだが。何ですか？言ってください。餌になれ。僕なら大丈夫です。むしろ神父様の役に立てるなら嬉しいんです。大歓迎じゃん、エリオット。餌になることを喜んでいる。そうか、ではお願いしよう。今夜ダイニングの前に立って誰も入れないでほしい。そんなことですか？任せてください。もしかして新レシピでも作るんですか？あれ、でもそれだったらキッチンか。とにかく今夜僕に任せてください。ありがとう。絶対に誰も入れてはいけないよ。特にノワールという女医に気をつけなさい。はい、期待してるよ、エリオット。餌って言わなかった。かっこ餌だったな、うん、さてノワールと交代かな。どうかな。あー、埋めてる。事前に作っておいた3分クッキング。あ、神父様、何をしているんですか？ファルこそ、こんな雨の中でどうしたんだい？神父様を探していました。昨日のことの意味が知りたくて。昨日のこと？なんだっけ？なんだっけ？ファル、眠れないのか？あの時の光景は断片的にしか覚えていない。はっきりとしているのは僕の腕の中で死んでいく妹のリーラと、リーラを殺したやつの目だ。絶対ロゼちゃんだと思うんだけどな。うん。でも僕はもっと見ていた、いろんなものを思い出したんだ。そこにあなたもいた。だから神父様、これは懺悔じゃない、復讐だって。なんか、なかったっ。あー、そっか、神父様にも復讐しようと思ってたってことかな。でもリーラを殺したのは神父様じゃない、あなたはあの場にいただけだ。それでなんか目覚めちゃったんかね、そのロゼちゃんのサイコパス度に惹かれちまったんかね、うん、だから聞きたい、妹、リーラを殺したやつを知ってるんじゃないか。君の妹を殺したやつを見つけてどうする？リーラの命は奪われた。だから。さて、どうしたものか。私はこう見えても神父でね。どう生きるかは自由だ。私には止める権利はない。けど君には、彼女を殺せない。彼女は違うんだ。人であって人ではない。悪魔であり天使でもあるんだ。いや、話が通じねえ。私の天使ちゃん、妹を殺した犯人をあなたは知っている。あなたも見ていたはずだ、あの悪魔を近くで見ていたのだから。そんな、まさかあの悪魔あなたより小さかった。いや、少女だった。今思い出してるとこなんか。うん、いや、そのショックが強すぎて忘れちゃったんだろうね、うんうんうん、死んだことぐらいしか覚えてないみたいな。それがじわじわ思い出してきてるってことよね。妹を殺したのは同じくらいの年の女の子。赤い悪魔、
少女。まさかリーラを殺したのはロ。あ、つえ。神父様、なぜですか。神に仕えるあんたがどうして悪魔をかばうんですか。言っただろう。彼女は悪魔でもあると同時に天使でもあるんだ。めっちゃ命中率低いな。中下手くそ。森へ逃げた。森へ逃げた。ファルを追い詰める。え？え？収録始める直前の雑談をちょっとだけ入れておきます。それではおつぴよでーす。いや、これさ、ちょっとこれ、この女の子さ、うん、編集してて気づいたんだけどさ、おう、ロゼちゃんが一番最初に食べちゃった女の子なんかなって。あ、人魚の。うん、あ、ただの考察なんだけど。ありそう。そうだよね。いやー、なんか髪型と、なんか髪色、ほらファルの髪色とちょっとなんか似てたんだよね、うん、なんか見たら、あの絵本の女の子。そうそうそう。いやー、どうなんでしょうかね。人食いですからね。いや、そんな人食いをかばってる大人二人がいるわけですよ。やりますか、じゃあ。やりますか。